すごい上手。あ、ほんと？ミルキッズクラブの時間だよ。はじめまして、ミカです。おとちゃんです。今日は新しいミルキッズのミカちゃんが来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。あ、かわいいですね。今日はドンドン。ミカちゃん、これなんだか知ってる？あ、これはね、ヘアメイクブラッシュドールといってね、ディズニーのプリンセスのお人形なんですよ。そうで、これ髪の毛サラサラでしょ。これを自分でいろいろヘアアレンジしたりとかして、あとお着替えしてパジャマとかになるんだよね。で、まあ、素材が柔らかいから、これ一緒に寝ることもできちゃうという、女の子に大人気のディズニーのお人形さんなんです。みこちゃん、知ってる？このプリンセスの名前。知ってる。あ、知ってる、さすが。これ誰？ベル。ベル。これはアリエル。アリエル。これはソフィア。ソフィア。じゃあ今日はこれを使って遊んでみよっか。はーい。あー、いい返事だ。じゃあ一緒に遊んでみる？見る。わー。じゃあ早速お人形さんを使ってヘアアレンジをしていきたいと思います。ミカちゃんはベルを選びました。僕はソフィアを選びましたよ。さあこれでヘアアレンジをしていきたいと思います。コームと、ヘアゴム使ってね。さあどんなヘアアレンジができるかな。じゃあお人形さんごっことかやる？やる。やる。あ、じゃあ自信満々だね。まずはこう髪の毛を櫛で解いてサラサラにしてあげましょう。お、おとちゃん何しようかな。もう決めた。決めた。おとちゃんくるりんぱってるんだよ。くるりんぱ。ピッカのくるりんぱは根元をこうでから、ここを緩くして輪っかを作る感じにして、で、束ねたやつをこう上から入れると、ほら、クルリンパ。ほら、これすごい上手。あ、ほんと？ミカちゃん何するの？三つ編み。あ、三つ編みだ。三つ編みは難しいですよ。できるかな。で、クルリンパしたら、ここをね、ちょっとこうフォームで逆立って編めるとどうなっていくんですよ。ボリュームが出て、後ろ姿が素敵。あれ、でもボサボサだった毛が。あ、これが取れて。あ、本当だ。すっげー綺麗になった。本当だ、これ取れちゃった。いやー、ソフィアはこれがあるから便利だな。髪の毛止められる。じゃん。ミカちゃん、ブラッシュドールのブラッシュってどういうのか知ってる？知らない。知らないよね。だからホトちゃん調べたんだよ。最初スプラッシュかなと思ったね。キャーっていうスプラッシュマウンテンのスプラッシュかなと思ったら、なんかね、ディズニーのお人形のまあお名前、そういうものだと。ブラッシュドールでは遊ぶお人形っていう意味らしいんだよ。うん。さあ、三つ編みが着々とできてねえよ。進んでねえよ。はいはいはい。こう、ほっほっほっ、いつもママにやってもらうんだもんね。おお、あ、三つ編みやめた。三つ編みはやめた。完成。できました。おとちゃんのソフィアとミカちゃんのベル、ベル。ベル、この髪型のポイントとか教えてもらっていいですか？ここだけちょっと残して、ここだけ白いのが、うん、ベルです。おー、なるほど。後ろ残してあるね。ベルの髪の長さを生かしてるね。で、横はツインテールっぽい。かわいいですね。おとちゃんのソフィアはちょっとくるりんぱ1回だけやってね、ちょっときつくなっているので、ここをちょっと緩めてふわっと感を出してます。でも完成したけど、もっとね、ヘアアレンジ上手くなりたいんですよね。うまくなりたいよね。うん、うん、お姉さんもアリエルでこんな髪型にしてみました。すごい。何これ、どうやってんの？くるくるなってる。うわー、あ、え、髪の毛がリボン、あ、リボンみたいになってるね。これはリボン結びって言うんだけど、ホトちゃんとミカちゃんもこの髪型に挑戦してみよう。やりたい、やりたい。お姉さん教えて、教えてこのアリエルのリボン結びに挑戦したいと思います。さっきお姉さんからヒントを聞いたのでチャレンジしましょう。はーい。いい返事だー。さあやるぞ。
思ったけど、このアリエルはこう適度な長さで髪の毛サラサラだけど、ソフィアは若干短め、でベルはすごい長くて髪の毛多いけど結構モシャモシャしてるので、3体とも髪の質がちょっと違うんだよね。でちょっとねボサボサになっちゃってるけど、人間が使うスタイリング剤をシュッってかけてもいいみたいなんで、やりづらかったらやりづらかったら使ってみてください、スタイリング剤ね。なんだこれか、こんな感じ。あ、髪の毛絡まる。ごめんね、ソフィア。痛いよね。でもできそう。え、嘘。あ、早い早い早い。ちょっと待って。難しいよね。お姉さんすごいよね。さすがお姉さん。似てる。似てる似てる。ほら、なんか反応できた。難しいですね。びっくりしそうだよね。これだったら人の髪でいいって出るのが言いそうだよ。完成。はい、こうなりましたけど。やっぱお姉さんの綺麗だね。のとちゃんのもまあ一応できたけど、なんか形がおかしい。はい、みかちゃんのどうですか？一応なってますね。2人ともリボン結びやってみてどうでしたか？難しかった。難しいね。よくできたね、お姉さんこれ。じゃあ次は、ミカちゃんがやってみたい髪型をホトちゃんも一緒にやってみよう。あー、ノリノリだ。この中から選んでやってみてください。お、お団子、まずはお団子。クルリンパ、あ、さっきホトちゃんがやっちゃったやつだけど、クルリンパ。はい、最後はハーフアップ。ハーフアップって言葉いっぱい出てきたけど、これがハーフアップっていうんだね。わかりました。じゃあこの3つの中から選んでアレンジしていきたいと思います。ミカちゃんどれやりたい？選んでますよ、選んでます。ハーフアップ。はい、でホトちゃんはさっきクルリンパやったから、お団子に挑戦したいと思います。よし、よそー。そして丸めてない。はい、で、2つ目のゴムでこうやればいいかな。うん、できた。できた。あ、なんかできたっぽい。できた。おお、じゃあちょっと写真とこう比較してお姉さんに見てもらいましょう。じゃーん、どうですか。はい、後ろ、横、上、あ、上も見せてあげましょう。上、こういう感じ。ミカちゃんのポニーテール。はい、ホトちゃんのお団子、じゃじゃん。まずは、はい、こう後ろ、横、上、どうですか。そうだ、大事なことを忘れてました。このヘアメイクプラスドールはパジャマにお着替えができちゃうんですよ。では、ミカちゃん、ぜひこう着替えを楽しんでみてください。はーい。見えちゃう。見ないよ。いいよ、ホトちゃん見ないよ。お人形だから。お人形だからいいの？うん、もういい感じ。もうちょっと。まだ7回。まだだよ。もういいよね。いいけど。あ、いいの？ダメやー。ちょっと、いいけどって。ベルがパジャマに着替えました。これでこの後、お休みタイムと言いたいところですけども、せっかくなんで変身しちゃいましょう。ベルに変身しちゃった。うわー、かわいいね。うわ、ほんとベルそっくり。そしたらじゃあ、さっきせっかくベルにヘアレンジしたから同じ髪型にしてみようか。やだ。やなの？ホトちゃんやってあげるよ。あ、なんかやだっぽいね。じゃあしょうがない。まあ、ホトちゃんじゃまだうまくできないから、お姉さんに頼もうと思います。お姉さんお願いします。はーい。あら、
お姫様ミカちゃんの完成です。さあどうかな、ベルになった感想は。なんかすごい綺麗ね、うん、嬉しい。よかったね、ほんと可愛いよ。やっぱこう髪の毛をアレンジするって楽しいね。うん、うん、もっと上手くなりたい。もっと上手くなりたい。あ、そうだね。もっと上手くなりたい子たちはヘアメイクプラッシュドールで練習してみましょうね。今日はヘアメイクプラッシュドールを使って遊んでみました。楽しかった？楽しかった。本当に楽しそうだね。やっぱ好きだね、女の子はね、こうヘアメイクとかがね、可愛くしてもらって。どうだった？普通にチャッてやってるのかなって思ったら、ね、うん、綺麗にしてくれるから嬉しい、うん、ねえ。ちょっとね、こういうシンプルなやつかなと思ったけどね、実際はもっと豪華で複雑な髪型できたもんね、うん、びっくりしたよね、想像以上でね。いや、みんなもヘアメイクプラッシュドールで遊んでみてください。可愛いヘアアレンジにも挑戦してみてね、うん、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。